足田信介は日本の俳優。本名は足田義道。満州で演劇活動に加わり、敗戦の引き上げ後に劇団民芸に入団。1950年代からは日活のアクション映画に常連出演し、舞台を中心に映画、テレビドラマと幅広く活躍した。渋い演技に定評があり、ドラマ、七人の刑事、 氷点の演技で人気を得た。著書に自伝、コロニき日々など。妻は元宝ジェンヌの子、久美光。娘婿は俳優の松山栄太郎。孫は女優のゆかと俳優の足田翔太郎。1917年3月14日、島根県松江市に生まれる。聖家は松江藩の天意や剣術指南役を務めた家柄で、父は剣道教師だった。 松江商業学校を経て、東京外国語学校のマレー語学科に入学する。1937年、学校を中退して、満州に渡り、大連で、ワーニャ白夫の舞台を見て、進撃の世界を志す。満州伝業に勤める傍ら新京放送劇団に、加わり、やがて劇団仲間の森重久やらと放送劇団、国庫座を結成する。1943年、 満州映画協会のケツゼニ不要で映画に初出演する。満州在留中、足田は石川明子という女性と恋愛関係にあった。石川は心境の放送局でピアノ弾きをしていたが、とまん前はこう、美光という芸名の宝ジェンヌだった。石川の父は満州キリスト教団布教区長を務める牧師で厳格な人だったため、 なかなか結婚を認めてもらえなかった。給与の一作で、森重の取りなしでようやく許しを得て、1945年2月に結婚した。結婚から6ヶ月後に敗戦を迎え、妻子を抱え生死の境をさまよったが、1947年に、やっとのことで帰国する。帰国後は、森繁らと劇団を作るが失敗し、劇団文化座を経て1949年に、 劇団民芸に入団する。舞台で活躍し、民芸がユニット出演する、原爆の子、夜明け前などの独立プロ映画にも出演する。当時は静観で、ぶっきらぼうで、男臭い、渋い地味な脇役を演じた。1950年代後半になると、アクション映画前世の日活で、悪役や刑事役を演じて、常連出演するが、1958年3月2日、 未明、NHK でラジオドラマの仕事を終えてのキロ乗車していたタクシーが小石川橋の都電の安全地帯に衝突するという事故に遭遇。後部座席からフロントガラスを顔面から突き破り、顔面の裂傷や右眼球破裂など147針に及ぶ重傷を負う。顔の傷とともに、失明の危機や事故のショックにより一時失語症となり、 役者生命が危ぶまれるが、翌年には再起を果たす。1961年、TBS の人気ドラマ、七人の刑事に沢信長刑事役でレギュラー主演。さらに1966年のネットのドラマ、氷点で深い葛藤を内に秘めた中年男を演じ、この2作で爆発的な人気を得た。また、増田敏夫監督の映画、 我が命の歌演歌では、演歌の竜と呼ばれる名物レコードディレクター、高演寺竜さんを演じ、後にドラマ、涙の川を振り返る演歌より、海峡物語でも、同役を演じるほどの当たり役となった。1970年、劇団民芸を退団し、以降は、商業演劇や審判にも出演した。映画、テレビでも多くの作品で活躍した。1997年、 日本進撃俳優協会副会長に就任する。1989年頃から CE 型肝炎、肝臓癌を患って闘病生活を続けるが、俳優としての活動は精力的に続けた。1999年1月9日、肝臓癌のため東京都中央区の国立癌研究センターで死去。81歳没。同年11月10日。 松江市名誉市民の称号を贈られる。一人娘であるア子は松山栄太郎と結婚。数を数目に恵まれるが、その後離婚。後年、足田はもう一人の父になりたいとの思いから二人を養子にしている。太字の題名はキネマ旬報ベスト10にランクインした作品。ありがとうございます。